楽しかったね。また一緒に会ってくれる？金持ってきてくれるならいくらでも会うよ。次は10万ね。え、そんな大金用意できないよ。そしたらもう会わなくていいよ。金の切れ目は縁の切れ目だろ。分かった、どうにかして用意するよ。遅れてごめんね。もうマジ最悪、遅刻とかありえないんすけど。うわ、遅刻で味わった地獄。まあまあ、お詫びに高級イタリアン予約してるから行こうよ。すごい、早く行きましょう。あ、着いたよ。ここなんですね。ん、何か問題でもあるかい？あ、いや、ないです。行きましょうね。ピコちゃん、何でも好きなもの頼んでいいからね。ありがとうございます。これでリブステーキでお願いします。あとラージライスも。あとセットドリンクはもういいですか？あとコーンスープとチキンとブロッコリーのサラダと、あとティラミスと。ピーコちゃん、辛味チキンはどう？これお金のことはチキンとしなきゃダメでしょ。後で絡みづらくなるから。あ、じゃあ辛味チキンで大丈夫です。ピーコちゃん、これであんしてよ。おいしい。ごちそうさま。これはごちそうさま。じゃあ公園行こうか。すいません、今従業員募集されてるんですか？従業員？清掃員とか？いや、ホストさんです。てめえみてえなおっさんによ、ホストが務まるわけねえだろ。それにしてもシワが全くありませんね。洗濯物を干す時に相当時間かかってるんでしょうね、ホストだけに。うるせえや、消えろ。お肉お待たせ。これ約束の10万円。やればできるじゃねえか。よしよし、ありがとう。いい子いい子さん、かっこいい。やればできるね、君も。おいキーコ、どういうことだ。なんでここにいんのよ。おいキーコ、こいつ知り合いか？知り合いもないの、俺はキーコのパパだ。本物のパパみたいな言い方しないで。もしかしててめえ、パパ活で稼いだ汚ねえ金俺に渡したのか？何が汚いだって、俺が水たらして働いて稼いだ金だぞ。うっせえんだよじじい。おいこの野郎。私のために争うのはやめて。うるせえよクソ女。クソ女がなんだ、俺なんだぞ。お前ら喧嘩はやめろ。よく話したな。あ、やばいやばい。待てー。いつもは13時になると自然と目が覚めます。ああ、もうマジメイクする時間ないわ。学校行かないと。もう時間なさみ。今日は時間が少しないので、ナチュラルメイクのナチュラルでいきたいと思います。ああ、もう授業マジしんどみ。もう寝る。ああ、もう寝るみ。ああ、もうマジしんどい。あ、ちえみじゃん。もしもし。いやさ、今日合コンするんだけど、なんか一人来れなくなっちゃって、だからキコどうかなと思って電話したんだけど、どう？今から？いや真面目になんだけど、私超忙しいし超疲れてるし無理。あんたそんなこと言ってていいの？今日くんの東大理3だけど。やっぱね、忙しくないわ。いけるわ。じゃあ20時に新宿のいつものとこで待ってからよろしく。あーやばい、私の東大理さんが待ってる。今日イケメンいるらしいよ。マジイケメン？超楽しみなんだから。やばみーもう本当にやばみー。でも相手の人たちバカが嫌いらしいの。だから私たち賢いふりしないと相手にしてもらえない。どうする？うちはエフランじゃん。どうしよう。あ、でも多分お茶所って言えばいいんじゃない？お茶所だったら全然イメージブランドもあるし。はじめまして。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。どうもはじめまして。ちょっとチームちょっとマジイケメンくない？やばい。左の人タイプ。私も右の人。マジちょっとマジ落とそう。本気出すよ。はい、じゃあ今日楽しみましょう。乾杯。乾杯。乾杯。お茶の水女子大1年のキイコと申します。今日はちょっとあんまりお酒が強くないんですけども、楽しみたいです。よろしくお願いします。お願いします。と同じくお茶の水女子大1年のチームです。好きな食べ物はマカロンです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとトイレ行ってくる。ちーちゃんも行こう。気をつけて。じゃあまた。じゃあまた。バイバイ。バイバイ。なんか落としてる。なんだ、何これ。何それ。あれこれキイコちゃんの学生証で。本当だ。あれでもこれさ、バカダ大学って書いてない？え、バカダ大学？アホのバカ大学。え、めっちゃエフランじゃん。エフランやん。え、お茶所じゃないの？嘘つき。は？あいつ嘘ついた。マジか。絶対許さねえ。嘘つこんな大嫌いだわマジで。結構すごいいい感じ。今晩ちょっと持って帰ってもらっちゃうかもしれない。私酔っ払って後期にケイコが彼氏いること言っちゃったんだよね。本当にごめん。はあ。もうマジ無理なんだけど。多分後期まだ大好きにしてないと思うし、多分大丈夫だと思うんですよね。しかもさ、さっき俺聞いたんだけど、キイコちゃんなんか彼氏いるらしいよ。え、私嘘つくのすごい得意だから大丈夫だと思う。嘘つきだわ。まだあいつ本当に嘘つきだ。マジで嘘つきだ。ありえない。ただいま。ごめん待たせた。てかそろそろなんか時間らしいからさ、もう帰んない？もう帰ろう。なすけくん、この後一緒にさ、どうかな。てめえ俺に嘘ついてやな。おい、どうなるか分かってんだろうな。殺すぞ。やっぱバレちゃった？でもさ、嘘なんてどうでもいいじゃん。別に関係ないじゃんそんな。俺はな、嘘つく女が一番嫌いなんだよ。マジ最悪。ありえないんだけど。女ブスとかなんなん？お前らみたいなな、薄っぺらい女子大っていうだけでもてはやされてるやつが一番嫌いなんだよ。社会のゴミくずが二度とつながせんだよ。ハッピー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 みんなでメイクアグライ洗濯物みたいなワイナー貼ってお小遣いはなしのバックなハートで